マリサさん、マリサさん、いつもありがとうございます。ん？誰だ？私の名前を呼ぶのは、私です。荒廃したポータルです。荒廃したポータル？荒廃したポータルが私に話しかけている？夢？そうか、これは夢なんだな。そうです。夢の中にお邪魔して、感謝の気持ちを伝えに来ました。感謝？荒廃したポータルが私に感謝？そうです。いつも私の名前を正していただき、本当にありがとうございます。いや、別に感謝されるようなことじゃ、私は当たり前のことをしているだけなんだぜ。なんとお優しい。そんなあなたを、我々の楽園へご招待いたします。マリサさん、マリサさん。荒廃したポータルが私を。は、ここは、なんだこの世界。大変大変、マリサ大変なのよ。え、霊夢？どこかで聞いたことのある声のような。何寝ぼけてんのよマリサ。私の声なんかいつも聞いてるじゃない。まあそうだよな。それで霊夢何が大変なんだ？この世界を見てなんとなく嫌な予感はしてるんだが。そうよこの世界、マリサは荒廃したポータルワールドに連れてこられちゃったのよ。だって荒廃したポータルワールド？確かにやたらと荒廃したポータルがたくさんあるが。荒廃したポータルはいつもマリサに感謝していて、その恩返しにこの世界に招待したみたい。でもその招待状は片道切符なのよ。片道切符？どういうことなんだ？あ、ごめん、ちょっとわかりにくかったわね。まあ簡単に言うと、マリサはこの世界から出られません。なんだってー。なんでそんなことになるんだ。私に感謝してるんじゃないのかよ。どうやらこれも感謝の証みたい。マリサにずっとこの世界にいてもらって、常に荒廃したポータルの恩恵を授けたいんだって。いやそれは身勝手すぎだろ。私は一生この世界の住人なのかよ。いや安心してマリサ、一つだけ脱出する方法があるわ。脱出する方法？霊夢その方法を教えてくれ。その方法はエンドラを討伐。エンドラから殺しやがれ。いや行動早すぎでしょ。おいしおい、シオンはこれどう思う？え、この状況、霊夢がこの世界をマリサにやらせたいから、無理やり荒廃したポータルが感謝してるっていう設定を作ったんじゃない？あら二人とも、何こそこそ話してるの？世間話してただけです。荒廃したポータルの世界が気になるっていう人は高評価お願いします。チャンネル登録と通知音もよろしくね。まさか荒廃したポータルに感謝されてるとはな。でもこんな世界に連れてくるのはやりすぎなんだぜ。絶対にこの世界から抜け出してやるからな。まずはこの世界がどうなってるのか確認しないとだな。うわこれマジで荒廃したポータルだらけだな。私の視界に入ってるだけでも何個の荒廃したポータルがあるんだ。うわすげー、ほんとこの世界壊れたネザーゲートだらけなんですけど。荒廃したポータルな。これはすごいですね。でも普通に木は生えてますし、荒廃したポータルが多いことは特にデメリットではないですよね。むしろメリットしかないんじゃない？それぞれしっかりとチェストもついてるみたいよね。それに金ブロックもあるし、物資面ではいいことずくめなんじゃないかしら。あ、いきなり金のリンゴ。マリちゃん、私が変わってあげようか？ゆゆこ様には最高の世界かもしれませんね。この先金人参やエンチャントされた金リンゴも手に入るかもしれません。なんで選ばれたのが私じゃなかったの？しおんちゃん、私の言いたいことはわかる？わかるわかる。あ、壊れたネザーゲートだ。荒廃したポータルな。あっちにも壊れたネザーゲートだ。荒廃したポータルな。今から突っ込んでもダメですよゆゆこ様。なんでなのよ。それにしてもこの世界すごすぎるんだぞ。いきなり装備も手に入っちゃうんだもんな。はい、さすが金の斧なんだぞ。最初の木材集めがこんなに快適なの見たことないんだぞ。うわーこれはすごいな。木材めちゃくちゃサクサク壊せてるじゃない。この世界いいでしょ。チェストから装備が手に入るのももちろんだけど、金も鉄もチャッカーアイテムも食料もかなり幅広く手に入れることができるんだよな。いや本気でこれはすごい世界ですね。普段のサバイバルでは見つけても一つや二つぐらいなので、そこまで気にしてませんでしたが、たくさんあるとこんなにもありがたい構造だったんですね。壊れたネザーゲート見直しました。荒廃したポータルな。金人参もたくさん。なんなのこの世界。荒廃したポータルな。何この公開がすごすぎるんだが。荒廃したポータルな。荒廃したポータルだよ。シルクタッチの金のツルハシが手に入ったな。もしかしてシルクタッチ好きなら金ブロックも回収できたりするか。ちょっと試してみるんだぜ。回収できませんでした。そううまくはいかないか。やっぱり金ブロックを回収しようと思ったら鉄のツルハシを作らないとだな。まあでも鉄塊がたくさん手に入ってるんだぞ。もう鉄のツルハシ作ろうと思えば作れるよな。それもそうだな。よしそれじゃあここで鉄のツルハシを作って金ブロックを大量に集めておくんだぜ。この世界楽しすぎる。マリサ気に入ってくれてるみたいね。これはこの世界に送ってくれた荒廃したポータルさんたちもきっと喜んでるわ。それにねマリサ、この世界は荒廃したポータルが多いだけじゃないのよ。え、そうなのか。他になんか追加要素があるのか。そうそうそうなの。なんといってもここは荒廃したポータルワールドだからね。荒廃したポータル装備が作れます。壊れたネザーゲート装備。荒廃したポータル装備な。なんなのそれ、気になる。シオンめちゃくちゃ気になるんですけど、霊夢その装備はどうしたら作
くれるの？ふふふ、それはね、ないっしょ。まあ今は荒廃したポータル祭りを楽しんでもらうターンだからね。来るべき時が来たら教えてあげるわ。まあまずはとにかく物資集めをしろってことだな。でももう食料も結構手に入ってるし、黒曜石さえもう少し集まればネザーに行けちゃうんだぜ。ネザーに行くんだから防具はある程度揃えておきたいわよね。鉄防具が3箇所作れるくらいでっかいを集める感じかな。そんなのすぐに集めてやるんだぜ。金ブロックも大量確保だ。漁師かなりの数の鉄塊が手に入ったぞ。これだけあれば防具も作れるよな。ほんとすごいわねこの世界。ここまでサバイバルが楽になるとは思わなかったわ。ここまで移動もほとんどしてませんもんね。物資集めの効率も良すぎました。そろそろ物資集めは良さそうね。それじゃあマリサ、一つ目の荒廃したポータル装備のレシピを教えてあげる。お、ついに来たな。今持ってる素材で作れるのか？それはバッチリよ。クラフトで荒廃したポータルをイメージして作るだけなんだから。荒廃したポータルをイメージして？あ、なるほどなるほど、そういうことなんだな。荒廃したポータルをイメージしてクラフト、つまり黒曜石でゲートっぽい形を作ればいいってことだろ。ほらやっぱりそうだ。なんだこれ、うわすげー、壊れたネザーゲートソードだって。荒廃したポータルソードな。見た目まで壊れたネザーゲートそっくりなんですけど。荒廃したポータルそっくりな。まさか壊れたネザーゲートが剣になるなんて。荒廃したポータルな。二人ともわざと間違えてるよな。そんなことありません。うわ見てくれ、持った感じも荒廃したポータルそのまんまなんだが。すごい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 、めちゃくちゃかっこいいんですけど。今周りのブロックが壊れなかった？そう、それが荒廃したポータルソードの一つ目の能力なのよ。その剣を振るだけでマリサの周りのブロックが壊れてくれるわ。そこまで広範囲じゃないけどね。広範囲だけにってか。全然上手くないからね。でも霊夢、今一つ目って言いましたよね。ということはそれ以外の能力もあるんですか？あら察しがいいわね霊夢。そうなのよ、やっぱり剣は攻撃するためのものだからね。強力な攻撃手段もあるんだよな。攻撃手段みたいみたい、シオンの一つの攻撃手段みたいんですけど。まあ焦らない焦らない、すぐに見れるわよ。さあマリサのゾンビに向かって剣を振るのよ。すげー、なんなのこれ、大爆発してゲートが現れたんですけど、しかもパリンって壊れた部分もあって、めちゃくちゃ迫力満点なんだぞ。これすごいでしょ？爆発でゲートは壊れちゃうけど、この壊れ方も逆にかっこいいかなって思ってね、一部だけゲートが残るぐらいの感じで調整したのよ。これは楽しすぎるんだぜ。ん？調整？おい霊夢、お前今調整って言ったか？聞く？いやそんなこと言ったかな？そう妖精、その剣は荒廃したポータルの妖精さんが作ったって言ったのよ。あ、なんだそうだったのか。妖精か、この世界には妖精もいるんだな。なんとかごまかせたわね。ほんとすごい剣ね。その剣があれば現世とネザーの行き来も楽々じゃない。着火アイテムなんていらなかったわね。あ、確かにな。よし、それじゃあネザーに乗り込むぞ。ネザー到着。ネザーはどんな感じなんだ？なんか壁に囲まれてる感じですか？あ、風なんかないようなもんなんだぜ。うわうわ、なんだなんだ、足元のブロックは壊れないはずなのに一気に下に落ちちゃったんだぜ。あ、僕は買っちゃったんだぞ。今マリサが乗ってたのはソウルサンドだよな。ソウルサンドは他のブロックよりも高さが低いから、ソウルサンドの上だときっと壊すブロックの判定がずれちゃうんだぞ。おそらくそれが正解ね。ソウルサンドの上ではむやみに剣は振らない方がいいかも。これはめんどくさい。てか見てくれ、ネザー要塞だ。いきなり近くにネザー要塞があったんだぜ。すごい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 、めちゃくちゃ運がいいじゃない。マリサじゃないみたいなんですけど。おい、それどういう意味なんだよ。ふふふ、すごいでしょ。これも荒廃したポータルワールドの力です。それはなんか違う気がするな。今ネザー要塞の近くにもたくさんの荒廃したポータルが見えましたね。この世界はネザーにも大量の荒廃したポータルがあるみたいです。まあそういうこと。でもネザーはもともと荒廃したポータルがある次元だからな。エンドなんかもっとすごいんだから。これは楽しみになってきました。ちょっと周りを壊した時にマグマが流れてくるのが厄介だな。まあ剣を振ればマグマも消えてくれるんだが、とにかくネザー要塞までの道を確保してささっとブレイズロッドを集めてやるんだぜ。でも最初に見つけたのがネザー要塞か。よし、わかったわ。それじゃあもう一つの荒廃したポータル装備の作り方も教えちゃおう。お、もう一つの装備見たい見たい。もう一つの壊れたネザーゲート装備も見たいんだぞ。荒廃したポータル装備な。いろんな意味で今日のマリちゃんは大忙しね。それで霊夢、もう一つの装備はどうやったら作れるの？もう一つのレシピも簡単よ。さっき作った荒廃したポータルソード、その素材を黒曜石から夏黒曜石に変えるだけで作れるわよ。あ、なるほどそういうことか。でも夏黒曜石は集めてなかったな。それじゃあちょっと要塞に乗り込む前に夏黒曜石を集めることにするんだぜ。ネザーにも荒廃したポータルがたくさんあってよかったですよね。それも計算済みです。霊夢が何の計算をするんだよ。聞く。要するに黒曜石を集め終わったんだぜ。あとはこれでさっきみたいにクラッとしたらいいんだな。なんだこりゃ、さっきの荒廃したポータルソードと全く一緒じゃねえか。どこ見てるのよマリサ、よく見てちょうだい。さっき吹いてた取っ手がないでしょ。こんなのわかるかよ。まあいいんだぜ、とりあえずこれを装備したらいいんだな。あ、ちょっと待ってマリサ、それ一つで全身をカバーできるから、今装備してる防具は全部脱いでおいてね。は？どういうことなんだ、これでいいのか。それでいいわよ。それじゃあそれを装備してみて。なんだこや、体が荒廃したポータルに包まれちまったんだぜ。あー、なんなのそれ、マリサ面白すぎるんですけど。ギャハハハハ、面白すぎるんだぞ。壊れたネザーゲート人間だ。マリサが壊れたネザーゲートに食べられたんだぞ。ギャハハ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 ハ、面白すぎる。お前たち、なんだそんなに面白いんだ。いや、壊れたネザーゲートが追いかけてきた。
なぁ。まあまあマリちゃんそんなに怒らなくても、私は可愛いと思うわよ、ふふふ。いやでもすげえぜこの荒廃したポータルアーマー、見ろよこれ、ゾンビ魚に囲まれても全くダメージを受けないんだぜ。しかも足も速くなってません、他の効果もついているみたいですね。足も速くなってるしジャンプ力も不便に感じない程度に高くなってるわよ。それに炎も効かなくなってるし、守りに関しては最強の防具か言っても過言じゃないと思うわ。どうマリサ、その防具気に入ったかしら。ワンちゃんには聞いてねえよ。いやでもこれで攻撃飛ぼうよ、両方で最強になっちまったな。見た目はともかく性能面では申し分ないんだぜ。そうでしょうそうでしょう、その装備の力で一気に素材集めをしちゃいましょ。いやーこの足が速くなるのはいいな。長いネザー要塞の廊下もサクサク探索できるんだぜ。壊れたネザーゲートがネザー要塞の通路を走って、あーそろそろ見慣れてくれないかな。漁師ブレイズスポナーを発見したんだぜ。あ、でもそうか、この剣を振るとスポナーまで壊しちまう。爆発させてもこの部屋が粉々になっちゃうし、その荒廃したポータルソードはブレイズ戦では使えないわね。強すぎるのも考えものです。しょうがない、ここは斧で戦うしかないか。でも金の斧すぐ壊れそうだな。鉄まだ残ってたっけな。あ、あったあった、これなら鉄の斧は作れそうだな。この画面で見ると面白さ倍増なんですけど、なんか下の石の部分がスカートみたいなんだぞ。あ、確かにその部分がスカートだと思うとなんか可愛く見えてきた。タイミングまでいじり出したぞ。マリサはそのアーマー気に入ってないの？面白いけど悪くないと思うんだけどな。いや笑われてちょっと拗ねてたけど、実はめちゃくちゃ気に入ってます。そうでしょう。漁師ブレイズロットは集まったんだぜ。金ブロックは好きなだけ手に入るから、やっぱり次は物々交換だな。ピグリンがたくさんいるところを探すんだぜ。うわこれはすごい、見てください、マグマの海に大量の荒廃したポータルが生成されています。うわなんだこれ、この密度ヤバすぎるだろ。すごい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 、これだけ密集してたら飛び移りながらマグマの海も進めちゃうんじゃない。間違ってマグマに落ちても平気だもんな。やっぱりこの世界めちゃくちゃいい世界なんだぞ。いやこれは普通に楽しいな。よしそれじゃあこのままマグマの海を進んで向こうに見える深紅の森に乗り込むんだぜ。ビブリンと物々交換中です。ビブリンもびっくりするだろうな。だって壊れたネザーゲートから金エンゴットが飛んでくるんだもん。壊れたネザーゲートじゃねえよ。でもこれスニークしたらマジで荒廃したポータルだな。やっぱり何度見ても面白いんだぞ。僕もちょっと来てみたいな。でも今回こういう変わった装備の作り方も覚えたから、またこんな変な装備を作ってみてもいいかもね。え、ほんとかレイム、僕楽しみにしてるんだぞ。よしそんなこと言ってる間にエンダーパールが集まったんだぜ。それじゃあ現世に戻ってエンド要塞探しだな。よし現世に戻ってきたんだぜ。うわ海の上か、これは面倒くさい場所に出ちまった。あ、でも見てみて、海の中も荒廃したポータルだらけなんだけど。まあ海の中にも普通に生成されますからね。これは当然といえば当然ですよね。うん、でもどうしようかな。まあとりあえずエンダーアイを先に作るか。マリサがインベントリのアイテムを動かすたびに、なんか壊れたネザーゲートがお辞儀してるみたいで面白いんですけど。荒廃したポータルな。いやてかそろそろマジで名前覚えてくれよ。私何回同じツッコミをすればいいんだ。しょうがないじゃない、基本記憶力ゼロだもん。これは覚える気ねえな。とりあえずエンド要塞の方角は分かったわね。マリサどうするの？このまま海をずっと進んでいく？いやせっかく周りのブロックを壊せる能力を持ってるんだ。地下に潜って壁を壊しながら進んでいくことにするんだぜ。地下を移動してたらちょうどエンド要塞に当たるかもしれないもんね。でもマリちゃん気をつけてよ、その能力エンドポータルフレームも壊すかもしれないからね。うわマジやん。まあそうなったらそうなった時だ。とにかくこれでまっすぐ進めるんだぜ。壊れたブロックで何も見えないんだぞ。地中を進むマリサの姿見たかったんだけどな。どこに楽しみを見出してんだよ。多分この辺だと思うんだけどな。ちょっとずつ掘ってても見つけにくいな。ここは一歩壁に爆破してやるんだぜ。お、あったあった、やっとエンド要塞を見つけたんだぜ。やったわねマリちゃん。ここからは普段よりは簡単かな。その剣の能力ならドアも簡単に壊せるもんね。まあそうだな。でも階段とかまで壊しちまう可能性があるから、ちょっと慎重に壊しながら探すことにするんだぜ。ふうやっと見つかったんだぜ。思ったより時間がかかっちゃったわね。ちょっとポータル部屋と離れた場所から入っちゃったかな。今回は運が悪かったです。今回は何が言いたいんだよ。まあいいか、とりあえずここまで来ればこっちのもんなんだぜ。あとはエンドに乗り込んでエンドラを倒すだけだな。トン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 、ドン、いくぜー、エンドラ討伐だー。漁師エンドに乗り込んできたんだぜ。さあエンドラを。うわなんだこや、奈落に大量の荒廃したポータルが生成されてるんだけど。うわうわ気持ち悪い気持ち悪い、なんなのこれ。さすがにこの光景は不気味すぎるんですけど。これは奈落に大量に生成されるとこんな光景になるんですね。こんなエンド嫌だ。まあいい、でも私の目的はあくまでもエンドラ討伐なんだ。別に奈落に何があろうと関係ないんだぜ。うわ上もやっぱり荒廃したポータルだらけだな。まあこれは想像の範囲内よね。でもその剣があれば問題ないでしょ。クリスタルの破壊も楽々なんだから。まあそうだな、ここからはもう消化試合みたいなもんだ。最強装備の私と戦うエンドラが不憫に思えてくるんだぜ。最強の私かっこ壊れたネザーゲート、荒廃したポータルな。じゃねえよ、私はキリサメマリサ、みんな大好き可愛い魔法少女のマリサちゃんなんだからな。うららららららら、よしエンドラにも大ダメージが入るんだぜ。これなら飛んでるエンドラ相手でも楽勝なんだぜ。じゃあなエンドラ、お前を倒して元のキリサメ魔法剣に変えるんだ。これで終わりだー。
やった？やったんだぜ。やっとエンドラを倒した。やったわね、マリちゃん。無事元の世界に戻れたらいいわね。絶対に戻れるだろ。だってエンドラを倒すのが変えるための手段だったんだからな。よし、これで霧雨魔法殿に。あ、そうか。荒廃したポータルアーマー外すの忘れてたんだぜ。こっちの世界に装備を持ち込んじまった。あれ？でもなんか変に光ってるな。なんだこや。いやだー。束縛の呪いー。こうしてマリサは世にも珍しい壊れたネザーゲートさんとして霧雨魔法殿のマスコットとして生きていくのであった。めでたしめでたし。荒廃したポータルな。